旅行先だって私たちはいつも通り楽しむだけっすよ。先輩何して遊ぶっすか。やっぱ鳥取砂丘は外せないっすよね。でも鳥取ってそうだったんすか。知らなかったっす。次回は知られざる鳥取の秘密と魅力が明かされるっす。そこも行っちゃっていいっすか。あれってあれ映して大丈夫なんすよね。本当にいろいろ大丈夫なんですよね。これ大丈夫なはず。うさきちゃんは遊びたい第10話鳥取で遊びたい。